女優介護士准看護師の北原沙和子です。怖い、ちょっとね、クマとか来そうだね。今チョコレート売ってるじゃないですか、うん、で今月じゃない3月、うん、3月からあの横浜のデイに週1で行く、うん、看護師として行くデイサービスだからで規模も小さいから、いわゆる看護職目線で必要な時に医療に携わってくださいっていうふうに言われてます。でもデイだと、うん、もしかしたらサワちゃんのやりたいところはもしかしたらそこで、うん、そこっちのが発揮できる気がする、うん、体操とかも多分やることになると思うんです。あのいわゆる介護職と同じように動いてほしいっていうところは、先々はそういうこともやっていくことになるし、お風呂もやるしっていう感じだと思うんですよね。だからそれこそ、ご飯作ってる時に指切っちゃったとか、あとお風呂の中で具合が悪くなっちゃったとかってなった時にちょっと見ます、見ますっていう、見てくださいっていうことですよね。みんなでアイデア出し合って、なんかこう地域の人たちに喜んでもらえるようなっていうんで、クリスマスカードを利用者さんが作ったりとか、そういうことしてるんですよね。それは利用者さんのアイデアだったりスタッフのアイデアだったりっていう感じなので、そこに自分はこういうのはどうっていう、そんなアイデアってのはいくらでも出せるかな。あ、リンゴなんかあったそうだよ、リンゴデザートにと思ってなんか不思議なんだよね。これ何、蜂蜂蜂ハブ、ハブ蜂かまっちゃいけないよね。ハブ、ハブじゃないですか。ハブって何、ハブって何なんかアブのこと言って、アブじゃない、アブだったらアブじゃない、アブじゃないですか。ハブはヘビだから、ハブはヘビか、ハブはヘビだから、それおかしい、ハブでもないしアブでもないから、ハチみたいなやつありますよね。すごいおかしい、あれアブだけど、でも堂々と、でもアブじゃないから、堂々と堂々という感じがハブかアブかどっちか迷ったんですけど、ハブじゃないですか、ハブって何面白すぎる。わーい、すごい。はい、私いただきます。はい、はい、ごめんね、全然ね、逆光でね、どういう風に映ってるかが分かんないんですけど、多分大丈夫よ、大丈夫、映ってる映ってる、うん、映ってる映ってる、はい、いきます。はい、眩しい。はい、ありがとうございます。はい、これって何？バター。バター。そうそう、このバターもちょっとつけてみて。多分美味しいバターだと思う。絶対このね、卵をね、ぐじゃんってやって。ああ、はい。やったら美味しい。このハムもあげる。このハム食べて、このハム。このハム。いいの？うん。いらない。ある意味いらない。っていうか、多分ある意味これいらないやつ。そうなの？あ、じゃあチーズ。うん。チーズ乗ってるし。うん。うん、これこのまま食べ？うん。ちょっと硬くなっちゃったけど。うん。いい。このチーズ絶対こんな使い方したらもったいないよ。ね。うん。このチーズね、本当美味しいんだよ。もったいない。半分にした方がいいよ。うん、これね、本当はこういうチーズ、スリスリしてこう、ああ、そっかそっか、あのチーズか、うん、ここが美味しいんだよね、このね、硬いところが美味しい。じゃあここだ、いろいろ最近いろいろ見えてきた、いろいろなことが見えてきて、あの障害者の方が、それまでは障害者手帳とかあって、障害者の方ってケアマネさんとかは加入するんじゃなくって、私もそこも全然知らなかったんですけど、
相談員さんがなんかやるらしいんです、うん、障害者の方が、うん、まあ、その介護保険に移行するときに、うん、障害者の方っていうだけで、うん、やっぱり私たちも多分分かってないから、うん、対応できる人がいないらしいんですよ、うん、それ私今回初めて知って、その今回そのチョコレート行ってるじゃないですか、うんうん、そこって、障害者の就労支援作業所なんですけど、うん、今このチョコレートって私2月3月だけで繁忙期だけしか考えてなかったんですけど、定期的にちょっと行かせてもらって障害者の人との関係性っていうのをきちんと構築できるような、自分のこのなんだろう、受け入れられるような空気感、あの座学で学ぶんじゃなくって空気感みたいなものをこう作っていきたいなって、ケアマネ業務やるときにはやっぱり障害者っていうところにも目を向けられるような人にならないと行き場失っちゃう状況になってるんですよね。